ラミネートネックを作っていくんですが、元の材が 70mm×70mm、 長さが約 1200mm ぐらいあるんですが、これがですね、6弦で、いわゆるブリッジで 19mm ピッチのスペックで作ろうとしていますので、ナット部分でだいたい幅が 56.5mm ぐらいで、指板の端っこで 99mm、 でそのまま扇形に、ボディエンドまで、広がっていくんですが、そこでだいたい 120mm ぐらい必要なので、もともとの 70mm 角のネック材だと幅が足らないということになってきますので、ネック材をまず3分割して、両サイドの材を90度、向きを変えまして、さらに反りに強くするために前後もひっくり返しまして、接着して、幅広のネック材を作っていこうというところであります。ね、もうあっという間にバンド奏で、3分割が終わりましたが、これはトリマーですね。トリマーで平面出してます。自動カンナというものがないので、トリマーで、面取りビットを使って平面を出していきますが、これジグに貼り付けてやってるんですけど、これがですね、意外と、まあ、手間はかかるんですけど、かなり正確に平面が出る。まあ、自動カンナがない場合はおすすめのやり方ですね。手間はかかります。で、A 面取りが終わったのを仮に並べてみたりなんかしながらやっています。これネック材は普通にメープル材ですね。もともとのその 70mm っていうのも実は3プライでできている 70mm だったので、だから一つのプライが約 23mm ぐらいですか、計算合ってるですね、 23mm ぐらいの厚みなので、でその 23mm のラインに沿って分割するのも馬鹿げているので、当然クロスする方向で分割してます。なので出来上がるネックというのは、まあ、23×23 の材が横に5本並んだようなラミネートになりますね。これまたバンドソーで切っています。でまた平面出しまして、まあなんせ時間かかりますね。自動カンナーとかあればね、あっという間に終わってしまうんですけれども、とりあえずこれで終わってんのかな。はい、5本面取りビットの平面出しが終わって、今度接着に向けて面をきれいにして、ヤスリでこすってません。これ自作のサンディングブロックですね。だいたい長さが1メートルぐらいのブロックで、でこれはもう単純に作業台にヤスリをつけて、その上で、まあこれが一番ね、簡単に平面出るので、金尺で平面を確認しながらやっていて、もうあっという間にこれでサンディング終わってますね。でこれは、スカーフジョイント、ヘッド部分のスカーフジョイントを斜めに切ってますね。でこれなんでこのタイミングでやるのかと、普通はそのね、ネック材ラミネートが終わってからね、切ればいいんですけど、うちのバンドソー 80mm までしか切れないので、センターね、センターだけだと幅が 70mm で収まっているので、違うな、 70mm を分割したやつでやってるんですからね、45mm ぐらいかな。でその状態で、13度にカットしてますね。でもカット終わって、ヤスリでシアカンナかけて、カンナかけて13度平面出しをして、
もう終わったかな。で、これがスカーフジョイントの相手方というか、裏側に貼り付ける部分なんですけど、カンナで仕上げてますね。これでもね、すぐにつけるわけじゃなくて、そのジョイント自体は、ラミネートが終わってから作業はする予定で、今乗っけただけですね。まだ貼り付けてはいないです。で、いよいよ、ラミネートしていってますね。で、まあ、3分割しているので当然両サイドに貼っていくんですが、片方ずつやるようにしていますね。両方いっぺんにやる自信がなかったんですね。片方ずつやって、もうあっという間に片側接着終わりましたね。で、接着終わったところでもう片側を接着していますね。接着はタイトボンド、もう定番のボンドですね。で、固定がクランプが満足にないので、スピーカーボックス作った時の旗金使ったりなんかして、接着終わりました。あっという間ですね。ちゃんと隙間なくくっついたでしょうかということで、ちょうど右側に見えてるところがスカーフジョイントの部分なんですけど、結局ネックの幅にカットしてしまうので、スカーフジョイントのところはその13度にアングルがついているところだけが残るということで、両サイドはスカーフジョイントのそのアングルカットが必要ないので真ん中だけカットしたという状態ですね。これでラミネート完了であります。